シャーロット・ケイト・フォックスはアメリカ合衆国の俳優、歌手。アメリカのニューメキシコ州サンタフェ出身でノースカロライナ州に在住した。米国俳優協会会員。日本でカミーノ・リアルがマネジメントしている。連続テレビ小説として初の外国人ヒロインをマッサンで演じた。シャロヤンと愛称される。ニューメキシコ州サンタフェでヒッピー世代の両親のもとに生まれた。 シャーロットの祖母は、マッサンで演じた役柄と同じく、スコットランド出身である。サンタフェ芸術大学の演劇ダンス専攻でブファを取得して、ノーザンイリノイ大学で演劇専攻の MFA を修了し、演劇スクールのステラアドラースタジオニューヨークなどで演技とダンスを学ぶ。女優として、米国で舞台や独立系の映画を中心に出演して、経験を積んだ。 2014年にアメリカの演劇関係者向けオーディション情報ウェブサイトで日本の NHK が連続テレビドラマでヒロインを募集していることを知りキャスティングディレクターの奈良橋陽子に紹介を受けマッサンで日韓ウイスキー創業者の妻である竹鶴リタを意図した白人女性ヒロインに応募した日本へ渡航経験はなく日本語も全く話せないが オーディションの日本語演技テストでセリフの意味を理解し、チーフプロデューサーの桜井健によれば、ズバ抜けた演技とコメディセンスを見せ、日本国内二百三十二人、日本国外二百八十九人の応募者の中からヒロインに選ばれた。三月から、米国の家族と離れて、東京都に滞在して五月のクライクインまで日本語を特訓し、撮影中は共演者やスタッフに、 シャロヤンと親しまれた。この演技が高く評価されて、東京ドラマアウォード2015特別賞を受賞し、2015年に母校サンタフェ芸術大学から名誉博士号を授与された。2015年4月29日に、マッサンの劇中歌、ゴンドラの歌を歌唱して、ユニバーサルミュージックから CD を発売し、8月19日に、ファーストアルバム、ワビ、サビを発売して、 渋谷のマウントレーニアホールで単独ライブを開催し、8月22日から9月18日まで全国7都市でコンサートツアーを催した。以後、2015年9月放送の名探偵キャサリンで、米富豪のビジネスウーマンを、主演2016年4月期のドラマ、アワーハウスで、アシ愛アイナと共に、主演2016年6月公開の映画、高台家の人々に、 出演、2017年5月に舞台、オレフシでヒロインテレサ役、2019年に、大河ドラマ、伊賀テン、東京オリンピック話、など日本で芸能活動している。身長167センチメートルで、瞳の色は、ブラウングレーである。髪色は2014年に来日時の記者会見は、ブルネットで、マッサン出演時はブロンドであった。 2015年8月18日の初ライブは20センチほど短くしたショートヘアで登場した。特に趣味はダンス、乗馬、洞窟探検、ロッククライミング、ギター、気候。2014年の来日前は、米国人の舞台演出家、ジョンポール・ムウーアと結婚して、ノースカロライナ州で生活していたが、日本の仕事が続いて、 別居期間が長期化して2016年初頭に離婚した。日本に在住する30代半ばのカナダ人ビジネスマンで YouTube などで活動する男性と約1年の交際を経て2018年10月に実家のあるアメリカサンタフェの教会で挙式し2018年12月7日にインスタグラムでウェディングショットと共に結婚を公表した。 2019年5月18日に第一子を授かったと妊婦姿の写真とともにインスタグラムで公表した10月29日第一子男児の出産を報告2021年9月24日第二子を出産幼少期は家にテレビがなくテレビもない生活の中で芝居を覚えましたと語り徹子の部屋で小学校の時に ノーパン通学で退学処分を受けて転校したエピソードを語った。ストレス解消法は餃子を食べることで毎日食べたいほど日本の餃子を好んだが、マスさん収録中は太ることを気にして餃子たちした。他に日本で気に入った食べ物としてフカヒレをあげている。マスさんのオーディションのため日米を往復していた無名時代に成田空港で優は何しに 日本への取材を受けていた。ありがとうございます。